こんにちは、優しい内科医の山村壮です。今回はですね、結構コメント欄にも寄せられることがある、水飲みながら食べたら血糖値の上昇は変化するんじゃないのというようなお話。例えばベジファーストの代わりに水をごくごくあらかじめ飲んでおいて、まあ今回はおにぎりですけど、おにぎり食べたら血糖値の上昇緩やかになるんじゃないのかな、あるいは水しっかりたくさん飲みながらおにぎり食べると血糖値あまり上昇しないんじゃないか、さらにはおにぎり食べた後水がぶ飲みしたらこれ糖が薄まって血糖値あんまり上がんないでピーク下げられるんじゃないの、というような巷の噂、まあこうしたものを血糖値を専門として日々見ている立場から検証してみて、その噂が本当なのか確認してみたいと思います。今回も血糖値の検証には二の腕につけたフリースタイルリブレセンサーをスマホアプリフリースタイルリブレリンクで読み取って検証していきます。フリースタイルリブレで読み取った値は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコース濃度ですが、この値は血糖値と非常によく相関するため、私の検証ではこの値を血糖値と呼ぶことにしています。ご了承ください。フリースタイルリブレの装着方法、使い方については別の動画で解説しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。まずは、ベジファーストのように、ウォーターファースト。まず、500ml の水をゴゴゴゴっと飲みます。その後に、たびたび登場しているツナマヨおにぎり、コンビニのおにぎりですね、2個食べてみて、血糖値がどのように変動するのか検証していきます。では食べる前の血糖値は101からスタートです。ではまず水を飲みます。行きましょう。もう水でお腹いっぱいになりそう。実際に水飲むとお腹が膨らんでその後食べる量減るということも期待はできます。まずは水を飲み終わりました。ここからおにぎりを2個食べます。おいしい。よいしょ、これ1個だ。うん、医者方だ。おにぎり食べるだけというシュールな映像、いかがだったでしょうか。まあお水を500飲んだけども、おにぎり2個ぐらいだったら食べられましたね。今食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は90です。20分経ちました。血糖値は103です。30分経ちました。血糖値は143です。175です。201です。211です。141です。213です。190です。135です。131です。143です。続いて検証するのはこのパターン。まずおにぎりを食べて、その後まあ水 500ml ごくごくごくと飲み切って、なんとなくお腹の中で薄まる感じがしますよね。これで血糖値の上昇が変化するのか試してみましょう。では食べる前の血糖値は103からスタートです。ではまずはおにぎりから食べます。じゃあ続いて2個目。先に水を飲んでない分スーッと入っていきますね。お腹に余裕がある感じがあります。
おにぎりを食べ終わったところからお水を飲みます。よいしょ。飲み終わりました。10分経ちました。血糖値は105です。20分経ちました。血糖値は114です。30分経ちました。血糖値は143です。173です。195です。205です。178です。184です。153です。135です。120です。152です。続いてはおにぎりを食べるときに水を最初からこう飲みながら、ちょうど飲み終わるのと食べ終わるのを合わせていく。この飲みながら食べるとどのように血糖値が変動するのか検証していきます。飲みながら食べるパターンの食べる前の血糖値は103からスタートです。ではいただきます。よいしょ。開けて、こっちを開けて、よいしょ。じゃあ飲みながら食べる。うん、一番食べやすい。では2個目に行きましょう。うん、食べ終わって飲み終わりました。10分経ちました。血糖値は100です。20分経ちました。血糖値は107です。30分経ちました。血糖値は152です。166です。199です。213です。225です。202です。162です。174です。156です。157です。さて皆さん、結果をご覧になっていかがだったでしょうか。ご説明していきますと、まず一つ目、先に水を飲んで、そしておにぎり2個食べた場合、スタートの血糖値101からピーク80分時点で213、その上昇幅112。そして2つ目、おにぎりを先に2個食べておいて、その後水をガーッと飲んで、その後の血糖変動はというと、食べる前の血糖値が103、ピーク60分時点で205、その上昇幅102。どうなんでしょうね。そして3つ目、普通の食べ方といえば普通の食べ方、おにぎりと水、食べながら飲む、飲みながら食べるとした場合、スタートの血糖値103、ピーク70分時点で225、その上昇幅122。単純に
絶対値だけで比較するのであれば、水を飲んでおにぎりを食べると上昇幅が112、おにぎりを食べてから水を飲むと102、おにぎりと水一緒に食べると122。なんとなく、まあ一緒に食べちゃうと血糖値高くなりやすいのかなと思いそうですが、まあ正直ですね、これグラフで見てみたらわかると思います。重ね合わせてみるとほとんど差なしと言っていいんじゃないでしょうか。そもそももう100以上の急上昇がある中で10とか15、20、まあこれぐらいの上昇幅はもう誤差と言ってもいいでしょう。まあリブレ自体もそんなに絶対値自体が精度の高いものではないので、おにぎりを食べるときに前に水を飲むのか、飲んだ後に水を飲むのか、飲みながら食べるのか、大差はないと思います。ただですね、ピークからの変動を見ますと少し、まあなんとなくですけど差があるようにも見えなくはないです。おにぎりを食べて一気に最後水を飲むと下がりが、あれ、スムーズにスーッと下がってるな、要はピークもちょっと低めでスーッと下がってるなというふうにも、まあ見えなくはないですし、おにぎり食べながら、水飲みながら食べるとなんとなく下がりがゆっくりになっていて、ちょっと高めでまだ下がらないなっていうような傾向があるようにも見えます。ただまあこれも私一人の実験でたくさんの人で検証したものではないので、まあなんとも言えないかなと思います。なので結論としては、水を飲んだからといって、あるいはその飲むタイミングによって血糖値の変動にはほぼ影響がないと言っていいと思います。ただまあ血糖値の変動には大きな差はなかったですが、食べながら気づいたことがあります。食べる前に水をガーッと飲んでおくと、結構それだけでお腹が膨れて、もうおにぎり1個で正直十分もうお腹いっぱいという感じになってしまいました。2個目食べるのは正直ちょっときつかったです。一方、まあおにぎり先に食べて水を飲んだり、食べながら飲む、飲みながら食べる、この方法だったら結構ススッと食べれてしまうので、摂取する、要は食べる量そのものを減らすという意味では、あらかじめ水をガッと飲んでおいでお腹を膨らませておくと、その後摂る炭水化物量、食事を減らすことができるので、仮にこれおにぎり1個食べたとしたらこんなに血糖値上がらないと思いますので、食事を減らすことで血糖値の上昇幅、そのものピークの下がる時間を低く短くすることができると思います。まあ大事なのは、そもそもコンビニおにぎり血糖値上げやすいので、こんなに上げやすいもの2個も食べないような工夫がいいかなと思います。まあ今回の水を飲むのもいいですし、血糖値上がりにくくなるように、血糖値が急上昇しにくくなるように、いつもお話しているベジファースト、ナッツファースト、炭水化物じゃなければ何でもいいので、炭水化物以外のものをあらかじめ食べてから炭水化物を摂る、あるいは食後に運動する、上がった血糖値をすぐ消費してピークを下げて下がる時間を短縮する、まあ、こうした工夫をすることで結果的に高い血糖値が維持されない工夫をしていただけるといいかなと思います。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは他にもいろいろな食べ物、飲み物、そして食べ方なんかで血糖値の検証をしておりますので、ぜひそちらの動画もご覧ください。本日の動画が面白かったな、役に立ったなという方はチャンネル登録、通知音、グッドボタン、そしてコメントなんかいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。